はい、皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのみーです。ということで今日はですね、まさに最近私も悩んだりすることが多いことなんですけど、叱られたりとか怒られたりとか注意をされたりするとものすごい傷ついてしまうっていう人の、傾向とか特徴とか、それからその物事の捉え方の対策みたいな、お話をしていきたいと思います。これ聞いてる人の中でも叱られるとすごい傷つくっていう方結構いるんじゃないかなと思います。でもまさに私自身もそうで、指摘されたりとか、なんかこれ違うって言われたりとか、叱られたり怒られたりとか注意されたりするとすっごい落ち込んじゃうタイプなんですよね。で、それに関して、いろいろ自分の中でも掘り下げて考えてみることも ありますし、あとは心理学とか愛着の問題とかをいろいろ調べていく中で、こういう傾向があるんだろうなっていうのがね、分かったりとかしたのでお話ししていきたいと思います。まず叱られると傷つく人の傾向とか特徴なんですけど、その叱られた内容が些細なことであってもそんなに落ち込む必要ないよって周りからはね思われるようなことでも結構落ち込んでしまうとか、あとはよくよく考えたら本当に単なる指摘とか注意、必要な注意とかだったりするんですけど、本人は過剰に攻撃されたっていうふうに思い込んでしまうとか、あとは単なる注意とかね、単なるこう仕事のさミスをさ注意されたり怒られたり指摘されたりっていうのを人格否定をされたというふうに思い込んでしまったりする。それからこれは私もよくあるんですけど、一回怒られると、あ、この人にまた怒られるんじゃないか、この人にまた言われるんじゃないかって、なんかもういちいちビクビクしちゃうとか、もうこの先のことを予想して、あ、また言われるんじゃないか、イライラしたりビクビクしたりしちゃう。これはね、結構そのパワハラを受けたことがあるとかいう方ならよくわかると思うんですけど、はい。それからあとは、そう、私たまに感じるんですけど、なんかこうライブ配信をやってた時とかに、単なる意見とか単なる事実を話したものに関して自分がすごい否定されたっていう風に勘違いしちゃうみたいないう人ですね。これ私もそういうところもあったりするんですけど、これらが叱られるとすごく傷つきやすい人の傾向とか特徴かなと思います。特にそのどんな人でも、どんなにこうメンタルが強いとか心が健康な人であっても、ものすごい罵倒されたりとかね、本当にこう誰が聞いてもそれはやばいよって思うようななんかことを言われたり、パワハラされたら、どんな人でも嫌な気持ちにはなるのは当たり前なんですけども、こう叱られるとすごく必要以上に傷ついてしまう人の特徴、典型的な特徴としては、そんなに落ち込む必要がないことに関してもすっごい落ち込んじゃうとか、あとこう人格否定と結びつけちゃう、すぐに結びつけちゃう、ちょっとでも否定されると、なんかもう、あ、自分人格がダメなんだ、自分の存在否定されてるんだっていうふうに勘違いしちゃうっていうところがすごく特徴なのかな、共通するとこかなっていうふうに思います。私自身も結構こういう傾向が強くって、で、大人になってその病気発症してからいろいろ勉強していく中で気づいたんですけど、それまではやっぱそういうことに気づかなかったから、もう何言われても落ち込むし、何言われても泣いちゃうしみたいな、すごいメンタルが弱い人間だったかなと思います。で、じゃあなんでそういうふうに過剰に反応してしまったりとか過剰に落ち込んじゃうのかなっていうところなんですけど、もともと生まれつきこうちょっと敏感だったり繊細だったり、人よりも感受性が強いとか、そういうのを持って生まれたものとかはあるかもしれません。あとは、わかんないですけど、私は発達障害とかではないのでわかんないんですけど、もしかしたらその発達障害とかのこう特性の関係でそういうふうに捉えやすいっていうところもあるのかもしれないですね。あとやっぱり一番言われてるのは親子関係、幼少期の家庭環境とか育ってきた環境とか、保護者、養育者がどういう姿勢で子育てをしてきたか、自分どういうふうに育てられてきたか、もうこれがやっぱり一番大きいとは言われてるんですよね。
特に、まあ、虐待を受けてきた人とかもそうですし、まあ、あと私はちょっと話したことあるかもしれないんですけど、子供の時にスポ少に入ったんですけど、まあ、そこの保護者たちがすっごい怖くて、本当にもう今思えば確実に虐待レベルだなと、本当にもうニュースとかで問題になってもいいんじゃないかなっていうぐらいの虐待レベルの指導を受けてたので、まあ、そこも結構私の中では怒られるのが怖いっていう根本が結構そこに結びついてるなっていうのは思いますね。まあ、そういうふうに自分の育ってきた幼少期の環境とかに結構影響を受けたりするっていうのはよく言われてることです。子どもの時とかにガミ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 怒られてきた経験のある人、やることなすこと否定されてきたとか、なんか間違えるとすごい怒られたとか、褒めてもらえなかったとか、まあ、何かしらやっぱりこう適切な養育を受けられなかったりとか、そういう愛着に何かしらの問題がね抱えた状態で大人になってしまった人なんかは、やっぱりこれ大人になってからその子供の頃にいろいろ経験してきたものを大人になってからもまた同じようなことを繰り返してしまったりとかするっていうふうに言われてるんですよね。で、子供の頃っていうのはやっぱり親とか大人、周りにいる養育者とか大人、自分を守ってくれる存在の人たちはもう言ったら本当にこう神様と同じぐらいというか、子供ってやっぱ無力で自分では何もできないから、そういう周りの大人たちがしっかりと支えてあげて育てて守っていかなきゃいけないので、子供にとっては本当にこう自分の命を守ってくれるすごく重要な存在なんですよ、親とか養育者とかっていうのは。で、まあ、そういうもう神様と同じぐらい大事と子供はね感じている大好きな親とか養育者の人から否定され続けてきたりとか、やっぱりガミガミ怒られてばっかりいるとかね、いうふうになってしまうと、やっぱりその親に怒られないようにしようとか、いい子でいなきゃいけないんだとかね、もうとにかくその親に嫌われてしまうと、その自分の生きる場所を失ってしまう。だからもう命がけで子供の時っていうのはやっぱり親に笑顔になってもらいたいとかね、好きになってもらいたいみたいな気持ちで一生懸命頑張ってしまうみたいな、言われないように必死に頑張ってしまうみたいな、それですごく疲れますよね。まあ、こういうことを経験してると大人になってもまた同じことを繰り返し演じてしまうことになるっていうふうなのはよく言われてるんですよね。そうで、まあ、こういう原因がこういうところにあるので、対策としてはやっぱりカウンセリングを受けるっていうのはすごく大事なことかなと思います。愛着の問題とかに関してはどうしても薬を飲むだけとかね、生活習慣を整えるとかそういうところでは治らないもので、まあ一時的にその薬とかで体調が良くなったりとかしても、根本にこのこう精神的な部分、自分の精神的なこう部分で何かしら問題がある、ね、精神疾患を引き起こしてしまうような認知の歪みとか捉え方の歪みっていうところが改善されてないと、また病気を再発してしまうんですね。なのでこういう愛着障害的な問題抱えている、でそれは自分一人ではなかなか乗り越えられないみたいな場合は、やっぱりカウンセリングを受けて認知の歪み、捉え方の偏りっていうのを直していくっていう作業が必要になってくるかなと思うんですけど、カウンセリングプラスして私が普段、気をつけていること、対策を、いろいろあるんですけど、ちょっとお話をしてみますね。まずはなんでそもそも怒られて私みたいにすっごい落ち込んじゃったりとか苦しんじゃったりする人がいる一方で、なんで全然平気な人がいるんだろうと思ったんですよ。まあ、世の中には私みたいな、まあ、ちょっとメンタル弱めな人とかね、傷つきやすい人がいる一方で、めっちゃメンタル強い人とかいるじゃないですか。で、まあ、やっぱそういう人たちに共通してるのは自己肯定感の高さなのかなっていうのは気づきました。で、まあこう幼少期の頃にね遡ったところで、今それを考えても取り返しがつかないしどうしようもないことではあるんですけど、やっぱり自己肯定感この人高いなって思う人のなんかこう幼少期の話を聞いたりとか、その親の話を聞いたりしてみると、やっぱりものすごい愛されて育ったっていう方が多いなっていう感じですね。
なので、まあ、そういう、こう、自己肯定が高い人っていうのは、じゃあ、まあ、その、親のね、育てられ方、今更変えることできないので、その人たちの捉え方とか対応を一緒に真似してみる。メンタルが強いな、自己肯定感高いなって思う人の捉え方をちょっと参考にしてみるのいいんじゃないかなと思うんですね。で、これがすごい面白い、この人面白いなと思ったのが、私のと、まあ、旦那さんの兄弟で、で、まあ、私の旦那さんもメンタルがすごく強くて、でやっぱりその親御さん、まあ、お母さんとかもすごく優しい方なんですよね。で、その旦那の、お兄さんかな、お兄さんがもうまたすごい自己肯定感高いんだろうなっていうね、もう兄弟なんですけども、その話を聞いてた時に、なんか昔バイトをしてた時に、なんかお客さんにものすごいなんか怒られたことがあってみたいな。でもそういうふうにものすごいね、怒られたりとか理不尽に怒られたら、すいませんでしたって、それでいいんだよみたいな、それ言ったらそれでいいんだからみたいなことをさらっと笑顔で言ってた時には、この人すごいなと思ったんですよ。なんか本当にこう単なるみんなのね、ただの会話だったんですけど、これがやっぱりすいませんでしたっつってパッて切り替えられる人と切り替えられない人がいるんだろうなって思うんですね。私はお客さんから理不尽に怒られると一日引きずってました。アルバイトで、もちろんアルバイトだからもう間違いもあるし、ミスもあるし、失敗するし、もうお客さんにしょっちゅう怒られたりとか私はしてたんですけど、やっぱりそのお兄さんみたいにね、すいませんでしたっつってパッて切り替えっていうのは私はできなくて、やっぱり申し訳ありませんって言った後ももう緊張と震えとね、恐怖でもガタガタ震えちゃうし、もうそっから一日めっちゃ落ち込めますよね。よくそれでアルバイトいろいろやってたなって自分でも思うんですけど、まあそういうふうにとメンタルが強い人って、もうとりあえず謝っときゃいいんじゃないみたいな、こう結構軽い考えでいられるっていうのもあるかもしれないです。まあそもそもそうですよね。まあミスをして怒られるっていうのは誰でもあることかなと思うんですけど、そんな本気で言われたことを一個一個悩む必要はないのかと。なんか、まあ、とりあえずね、上辺だけでもパッと謝っとけばそれでいいんだよっていう捉え方もできるんだな。それから、あとはやっぱりそのメンタルが強いなって感じる人たちの共通点としては、まあ怒られたりとかしてもあんまり本気で捉えてないんですよね。そうで、私たちみたいなね、まあ、メンタル弱いって感じる人の場合は、怒られたりとか指摘されると、なんかそれを10倍100倍の勢いで飲み込んじゃうと思うんですよ。でめっちゃ自分が傷ついてしまうみたいな。でもまあ普通の人とか自己肯定感高い人っていうのは、そもそも上辺でしか捉えてないし、そんな本気になって落ち込んだりもしないし、まあ結構流してるんですよね、言われたことを。であとはその指摘された内容と、自分自身の人格をイコールにしないんですね。だから何かで指摘されたり注意された時に、もう指摘された内容はダメだった、そこは直さなきゃいけないけど、イコールあなたの存在がダメなんですよみたいなことは言われてるわけじゃない、まあ、そこをちゃんと切り分けることですよね。それがね、怒られたとか なんか失敗したからといって、でそこで自分の人格がね崩壊するわけでもない、自分自身の存在が脅かされてるわけではないんだよっていうのをいちいち、まあ、その毎回落ち込むたびに思い出す必要があって、でやっぱりそこが、そうね、私がその幼少期にそのスポショとかでめっちゃ虐待チックなことを受けてた時っていうのは、やっぱりもう脅かされてたわけですから、自分自身の存在が常に怒られて、もう常になんか自分がの存在をねが脅威にさらされてるっていうか、やっぱそういう状態で何年間かそのスポーツやってたので、やっぱ大人になってからもなんか怖い大人、なんだろう、怒る大人っていうのがすごく私は怖くて、もう表情を見ただけでうわ怖ってなっちゃうんですよ。あ、また怒られるみたいな、あ、もうなんか染みついちゃってるなっていう感じはあるんですけども、そこでやっぱり、それはでも子供の時とは違ってね、今はまあたとえ怒られたとしても、それは自分がの命が脅かされてるわけじゃないんだよっていうのを、まあ、いちいちね自分に言い聞かせるように私はしていますね。あとはそもそも単なる、指摘されたもの、注意されたものと、あとなんかこう怒鳴り散らされるみたいな、こうやってなんか別なことなんですよ。で多分どんな人でもなんか怒鳴られたりとかしたら、さすがにうわ怖いとか嫌だってはなると思うんですけど、そのメンタルがやられやすい人は
とした指摘、ここはこうだから注意してねとか、ここはこうだからダメなんだよとか、さらって言われた指摘でも必要以上にわーってなってしまう、落ち込んでしまうみたいな。なので、まあ、その冷静になって指摘をされた時も、いやこれは怒鳴られたりとか、ね、暴言吐かれてるわけじゃないよな、仕事上で、ね、何かの業務上何かをやる上で必要な注意だよね、必要な指摘だよねっていうのを、まあ、冷静にそこを判断できるようにするっていうのも結構大事ですね。そういうなんかちょっと言われただけでいちいち全てに対して反応するんじゃなくって、あこれはでも、注意しないといけない事項だよねっていうのを自分の中で確認する。それでもやっぱりいやこれどう考えてもパワハラでしょみたいな、ね、暴言吐かれたり怒鳴り散らされたりとか、まあ、そういうことが頻繁に起こるようならば、そこはもう相談するしかない。その人事とか他の上司とかにもとちゃんと相談する必要があるんですよね。結構私の周りでも多いのがこの、まあ、パワハラ受けたりとかなんか嫌な目に遭ってるのをなんか誰にも相談しないでずっとずっと我慢してなんか病んでしまう、まあ、うちの会社とかにもいたんですけど、それで心が病んでしまってこう社員を続けられなくなってしまうとか、まあ、すぐにもうそれで、会社スパッと辞めて転職をするとかね、まあ、そうする前にまず周りに相談したらよかったんじゃないっていう状態になってしまう人結構いたんですよね。で、悩んでるんだったら一人で悩まないで相談してくれれば配置を変えることだってできるし、上司をもうじゃあこの上司の下に置かないようにしようっていう配慮をしたりだとか、部署移動するだとか業務を減らすとか、とにかく対策っていうのは会社側ではいろんな対応を取れるので、あまりにも辛いんだったらそれは一人で抱えないで、何かその自分の中で爆発してしまう前に必ず相談するっていうのすごい大事だなと思ってて、でやっぱり言わないと周りの人って分かってくれないんですよ。私も何回か職場で爆発したことあったんですけど、それ言って初めて周りもあそんな嫌だったんだみたいな気づいてくれたことがあって、なのでもう爆発、まあ、爆発する前に相談した方がいいんですけど、なるべく一人で抱えないでもうこれ耐えられないって思ったら、変なね行動を取る前にまず相談しましょうってことですね。もし自分がこの人からすごいなんか嫌がらせを受けてるとか嫌な思いをしてるって思うのであれば、それは多分、あなた一人だけじゃないはずなんですよ。そういう思いをしてるのって。大体、まあ、この一人の人はね、何か、パワハラをする人、何かすごい嫌なことばーって言う人みたいな場合は、まあ、これはこの人はね、他の人にも大体やってるんですよ、どの人にも。なので、他の社員の話を聞いてみると、あ、自分もそうだよ、私もそう思ってたよとか、結構あったりするので、自分だけがなんかこうなってるんじゃないかと思い込まずに、まあ、相談できそうな相手に相談するっていうのは結構大事かなと思います。とはいえ、やっぱりまあ仕事をやっててもそうですし、日常生活をね、こうやってる中でも、なんか指摘されるとか注意されるっていうのは日常茶飯事よくあることなんですよ。でこれも、ね、今ねちょっと話しててふと思い出したんですけど、なんか海外に私がちょっと行った時期があって、その時になんか友達の車で出かけて、で海外ってねすごく盗難とかスリとかそういう事件めちゃくちゃ多くって、アメリカだったんですけど、車の中を車上荒らしってめっちゃ多いんですよ。で日本では全然考えられないと思うんですけど、車の中にやっぱカバンとかをポンって置いとくと、もう本当に取られちゃうんですよね。ガラスバンって割られて。で私はその時何も知らなくって、自分のリュックをその乗せてくれた人の車の中にもう後部座席かなポンって置いてたんですけど、戻ってきたら何もなかったんですよ。何も盗難とかなかったんですけど、そのバッグを見えるところに置いてたことに関して結構怒られたんですよ。これ本当にやめてねみたいな。で、まあ、こういう理由でね、車上荒らしとかがこの国はすごい多いから、これやると本当危険だからやめてみたいな、で怒られて、その時私でも結構なんか傷ついて、いやそんな怒んなくてもいいじゃんみたいな、結構な剣幕で怒られたんで怖かったんですけど、でもやっぱその時はわーって傷ついたんだけど、後々になって考えてみたら、いやでも、まあ、自分の大事な車にねそういうことされたら確かに怒るよなみたいな。しかも
盗難が多くって、そういうことやっちゃいけないよっていうのは、どこかで誰かがそれを私に言ってくれなかったら、私は延々と繰り返し続けてたかもしれないから、そういう、まあ、ある程度こうしっかりと注意してくれる立場の人っていうのも存在としては必要なんですよね。まあ、ちょっとこの話がなんだろうな、ちょっと日常あんまりこういうことはないかもしれないですけど、結構こういう日常的な、そのお店に行ったりとか病院行ったりとかで、こうルールを守んなきゃいけないとか、こういうのはやっちゃいけないとか指摘されるっていうのはよくあることで、これは別にあなたが病気だからね言われるとか、あなたが発達障害だから怒られるとか、そういうのに限らず、普通に生きてる人たちの中でも、まあ、そういうなんだろうね、指摘されたり指示されて怒られてるのは日常茶飯事あることなんだっていうのをまず覚えておかないと、なんか自分ばっかりこんなに怒られてもうなんか辛いみたいになってしまうので、いやいや普通の人でもよくある、怒られるっていうのはよくあることなんじゃないかなってことですね。でもその都度その都度深刻に受け止めすぎずに、あ、そういうものなんだっていうふうに分かったら、あとは自己否定に走りすぎないようにしたいところですよね。あとはこれは私が最近気をつけてることなんですけど、そういうその発言、指摘をしてきた人、怒ってきた人、その人の発言に関して、一旦わーって言われた、わーってパニックになったり憤慨したりねする前に、自分が相手の立場だったらどうかなって思う癖をつけるですよね。で、まあ私ももうその指摘されるとイラってきたりするタイプなので、いちいち何か言われるとイラってするんですけど、いやでもちょっと待てよと、私がもしこの上司の立場で、部下後輩を指導しなきゃいけないっていう立場になった時、こういうふうに事前に注意したりとか、まあ言わなきゃいけない場面ってあるよねみたいな、私がこの人だったら、あ、やっぱり同じように多分こう注意したりするかもしれないよねみたいな感じで、自分一人の一人称の目線だけでなくって、相手の立場に一旦立ってみて考える、まあ、それでもそんな言い方しなくたっていいだろうみたいなことはもちろんいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういうその自分が怒られた、自分だけがわーではなくって、こう第三者の視点に立ってみるとか、相手の立場に立って自分だったらどうするかなって考えてみるっていうのも結構大事かなと思います。ただ、まあ、仕事に関して言えば、だんだん仕事に慣れてきたりすると、まあ、そもそもそんなに、言われる、いろいろごちゃごちゃ言われる回数も減ってくると思うんですよね。やっぱり、仕事始めて最初の半年から1年ぐらいはどうしても下っ端だから、私ももう本当にしょっちゅう怒られてますけど、今でも、まあ、最初のね半年1年はまあ仕方がないかなと思いながら、やり過ごしています。あとは例えばその仕事ではなくって私生活で友達とか、なんかこう付き合いとか親戚付き合いとかママ友とかわかんないですけど、付き合いの中で、いやこの人本当にこの人発言すごい傷つくみたいな、まあ世の中いますよね、そういういろんな人がいるので、この人苦手だなとか、この人の言ってることいつもきついから関わりたくないなとか、私はそういうのは無理して関わる必要ないと思ってて、もう LINE とかだったら別にブロックすればいいし、人間関係でも私も普通にその嫌だなと思った人は全く付き合わないようにしてるので、遊びの連絡が来ても、あ、この人苦手だから私は無理って思ったら、もう全然スルーして返信しないとかっていう風に、自分でもうこの人と関わると傷つくから嫌だっていう人はもう本当に関わらないように線を引いちゃうっていうのも、まあ、一つ大事な点ですね。で最後にこういう研究があって、こう 私たちはね、指摘されたり怒られたりとかした時にそれを前向きに捉える、これは自分の成長のために必要なことだなとかっていうふうに前向きに捉えられるといいんですけど、それが指摘されたり注意されたりすることがもうこれは悪いことなんだ、自分にとって今悪いことが起きたんだっていうふうに捉えてしまうと、ストレスホルモンがすごい分泌されちゃって体に悪いらしいんですね。なのでできるだけ今話したように、こう指摘されたり注意されたりとかしても、なるべく捉え方を否定的な方に行き過ぎずに、少しずつこう変えていくっていうのが結構大事なんじゃないかなと思います。ということで今日は叱られるととても傷つく人の傾向、特徴、原因、そして対策まで
お話ししました。聞いてくださりありがとうございます。ではまたねー。